私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今回ちょっといろんなご縁があって、結婚式場に見学へ行ったんだ。結婚式を挙げるのか、写真だけにするのかとかはまだ決めてないんだけど、その式場見学でまさかの再会が。なんなのあの態度。まさかこんなところで久しぶりに再会するとは思わなかったわ。あんたその年で結婚式したいと思ってんの？いくつになっても結婚式を挙げることは素敵なことでしょ。しかもあんたバツイチじゃなかったっけ？どうやって結婚式するのよ。相手は？あなたの目は節穴なの。隣に旦那がいたでしょ。まさかと思うけど再婚したの？そうだよ、去年再婚したの。しかもあなたお腹がだいぶ大きくなったみたいだけど太ったの？やっぱり本当に目が節穴なんじゃない？眼科に行けば。嫌味で言ってることに気づきなさいよ。あれだけお腹が出てるってことはあなた妊婦さんなんでしょ？元旦那さんとの子供を産むつもり？なんでそういうことになるのよ。元旦那とはもうだいぶ前に別れて会ってもいないし。じゃああなた今の旦那さんとの子供を産むってことね？そうだけど、それよりさっきの失礼な態度について説明して。だってあんたみたいなやつの結婚式私お祝いできないもん。はい、じゃあ担当者の方変えてくれて結構だよ。そもそも結婚式あげるかどうかもまだ決めていないってただの冷やかしじゃん。そういう人が来てうちの従業員の時間奪われるの嫌なんだけど。冷やかしで来たわけじゃなくて、ちょっといろいろとご縁があって今回は話を聞きに来たの。そもそも写真を撮るだけにするか結婚式をあげるかっていうのも迷ってて。あなたみたいなやつは写真撮るだけで十分よ。適当にそこら辺の古着屋さんで白いワンピース買って結婚式すれば。あなたよくそんなので働いてられるわね。もちろんちゃんとお客さんだったら私も接客するわよ。でも相手がなるみだからね。学生の時から私のこと嫌ってるのは知ってたけど、社会人にもなって恥ずかしいと思わないの？そもそもなんであんたが2回も結婚できて私は。え、もしかしてそれで逆恨みしてるってこと？別に私が何回結婚しても誰と結婚しても関係ないでしょ。マウント取るのやめてください。そもそも私はあなたと同じ土俵じゃないの。同じ土俵じゃない？だって私はこれから先も仕事に生きていく予定だから。だから旦那が作れないんじゃなくて作らないの。わかるかしら？言いたいことはわかるけど、じゃあ別にいいじゃん。仕事を大切にして生きていきたいってことでしょ？そうよ。それなら別に私のことを意識しなくてもいいじゃない。そもそも、あんたみたいな半端者とは一緒にされたくないの。同級生から聞いたけど、結構大手で働いてたんでしょ？それなのに男ができた途端にすぐに辞めて、そっちに乗り換えるなんて、同じ働く女性として恥ずかしいわ。何勘違いしてるの？今は産休を取ってお休み中だけど、私仕事辞めてないよ。え、そうだったの？うん、私は今の自分の仕事が好きだし、これからもずっと続けていく予定。旦那もそのことには賛成してくれてる。じゃああなたは大手企業で働きながら2回目の結婚するってこと？そういうことになるけど、というか結婚したんだけどね。やっぱりあんたみたいなバツイチ再婚女はうちにはいらないわ。どういう意味？さっきも言ったけど、そこら辺の安いワンピースで写真撮ってきなさいって言ってんの。私たちはあんたの結婚式を全力でサポートなんかしません。それはそちらのスタッフ全員の総意なの。顔に出さないけど、みんな心の中では思ってるでしょうね。再婚してバツイチでお腹が大きい状態で来るなんて非常識だって。どんな状態で結婚してもそれは別に非常識にはならないでしょう。そんな考え方をしているあなたの方が非常識だと思うんだけど。初婚ならわかるけど、バツイチ子持ちの再婚でしょ。お金落としてくれるって言えばやる気出るスタッフもいるかもしれないけど、そんな風に応援は私はできないかな。全国のウェディングプランナーさんに喧嘩売ってるってことに気づいてる？私の知り合いにもウェディングプランナーがいるけど、いつも全力で頑張ってる。忙しいことや大変なこともたくさんあるけど、当日の笑顔のために頑張ってるんだって、そう話してくれてたよ。私だってあんた相手じゃなかったらそうしてるわよ。はあ、
まあ別にまだ結婚式をするかどうか決まったわけじゃないからいいけど、そもそも去年婚姻届出してるのに結婚式もあげなかったなんてかわいそう。私だったら婚姻届出す前に結婚式あげたいもん。それは人それぞれの考え方だから私は何も言えないかな。そもそもあまり注目浴びるとかは苦手だから結婚式をするかっていうのも迷ってたし、一生迷っておけばよかったのに。まあ今回周りから話をもらってちょっと悩んでるって感じ。写真だけでもいいけど確かに結婚式も捨てがたいなって。いい歳こいて結婚式やめときなって。別に私は50歳でも60歳でも結婚式は素晴らしいと思うよ。なるみじゃなかったら私もそう思うけどね。ワンコが指輪を持ってくるってやつもすごく可愛いなと思って、そこに娘もいてワンコと一緒に歩いてきたら可愛いなって想像しただけでもなんか幸せ。一生妄想の中で満足しててください。とにかくうちは絶対に協力しないから別の式場に行ってくれる？そういうわけにもいかないのよ。バツイチシングルマザーの再婚なんてお祝いできないわよ。そもそも私あなたのこと嫌いだし。首飛んだね。え？今の LINE あなたの上の人に報告してるから。どういうこと？私縁があってここの式場に来たって言ったよね。実は山田さんから声をかけられてここに来たんだ。山田さんって嘘でしょ？さすがに名前は知ってるよね。だって経営してるのが山田さんだし。やっぱり社長なの？実は私たち知り合いでね、よかったらうちで結婚式をあげないかって。最初は断ってたんだけど、いろいろと話を聞くうちにちょっと興味出てきちゃって、それで今日ここで話をするってことになってたの。待って、なんかやばい気がしてきた。これまずい。そうだよね。だって山田さんは信用できる人間に話を聞いてもらうって言ってたもん。そもそも社長が担当しないの？あなたの仕事ぶりは認めていたみたいよ。だからあなたに仕事を任せたかったらしいの。もちろん2回目の打ち合わせからは山田さんも参加予定だったけど、そこまですごい人がいるんだって思って楽しみにしてたのに、まさかこんなことになるなんて。でも私には社長から何も聞いて。知り合いだって紹介したら変に気を使うと思ったみたい。だから今日顔合わせの時は何も言わず、2回目の時に今回実は山田さんの知り合いでしたって話す予定だったんだって。私はそんな人にあんな態度取っちゃったってこと？それを社長に言ったって嘘だよね。お願い言わないで。それは無理だよ。だってもう LINE で送っちゃったし。山田さんからだ。さっきから電話がかかってきてるからちょっと出るわ。待って、お願い、適当に言い訳して。聞いてるの？10分後。すごく謝ってくれたよ。私は気にしてないって話したんだけどね。社長はなんて？今回の仕事がうまくいけばあなたを昇格させる予定だったんだって。本当に？だけど知り合いのお客様だからってこんな風に態度を変えるならもうダメだ。こんな人はうちで働かせないってさ。それってつまり？まあ詳しい話は本人に聞いてよ。あんたがチクったりするからでしょ。ここで私が悪者になるの？あんたが説得しなさい。どうにかしなさい。私の昇格、それからクビ。もし回避できなかったらその時は。そんなこと言われても困るんだけど。今回は別のプランナーさんとお話しするからもう会うこともないだろうね。逆恨みして他人に迷惑かけるのはやめなよ。いい大人なんだし。うるさい。ゆりとひまわりとはるかのライン。学生の頃自分の好きだった人がなるみさんに告白し玉砕。その後告白して付き合ってもらったけど、その彼の心の中ではなるみさんを思っていた。惨めな思いをしたこと、そんな彼を簡単に振ったなるみさん。それから変なジェラシーを燃やして。今に至るってことか。好きな人と付き合えたのに、心は自分のものじゃなくて嫉妬しちゃったんだね。それだけじゃなくて、なるみさんは学生時代からとても美しく、綺麗で美人で可愛く、それでいて性格も良く、勉強もできたので、すごく劣等感があったんでしょうね。なるほど。何をやっても勝てない相手ってわけか。適当なこと言わないで。私、そんなこと思ってないから。誰もはるかさんの話だなんて言ってないのに、どうして自分の話だと思ってたんですか？それは、自分の話で。全部思い当たる節があったからですよね。その話誰に聞いたの？
なるみが言ったの？もしそうなら気づいてて嫌がらせしてきた性悪女じゃない。呼び捨てにするな、汚い口で。同級生なんだから名前呼びぐらい。次呼んだらお前の唇をハグ。変に気迫があって怖い人ね。わかった、これからはなるみさんって呼ぶからそれでいいでしょ。本当は名前も呼んでほしくないですが、100歩いや1万歩譲って許してあげましょう。だけどまあそれよりも怖いお仕置きが待ってるわけだけど。なんでこんなことになるのよ。学生の時からそうよ。あいつに関わるとろくなことがない。あいつ、あの人に関わるとろくなことがないの。まさかこんなところで再会するとは思わなかった。しかも再会した相手が2度も結婚してお腹の中に赤ちゃんもいて幸せそうで、それで嫌がらせをしたくなったんですか。プロ失格ですね。どうせうちで式を挙げるかまだわからないって言ってたから、だからもう会うこともないと思って。その結果がこれですか。全部自業自得じゃないですか。そもそも知り合いが来たから、自分の苦手な人が来たからと、そんなこといつもしているんですか。そんなわけ。でもさっきのなるみさんに対する態度を見てたら、多分他の人にも同じようなこと言って追い返してそうですよね。見てたってことは近くにいたの。簡単に説明すると、ゆりはなるみさんのストーカーなんです。ストーカー。はい。なのでなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。その結果、あなたとの会話の内容、 LINE の履歴も全部見られているということです。にわかには信じられない話ね。別に信じてほしいなんて思っていないのでご自由に。ただ私の調べによると、あなたお金を出せない人たちには冷たく当たっていますね。そんなことしてないってば。毎回ではないようなので周りには気づかれていないようですが、お金とかそういうの関係なく、幸せを願うのがあなたの仕事では。そうですよ。結婚するときにお金とか年齢とかそういうのじゃなくて、もっと心の中の温かい部分を。まあ何を言っているかちょっとわかりづらいですけど、そういうことです。ほら、人と人の絆というか、最高の思い出を作り上げるための過程というか。ああまあそういうことです。なんか雑くない。私はさっさとこのゴミくずを消したいんですよ。ゴミくず。なるみさんが結婚式を挙げるにしろ、写真だけにしろ、私はなるみさんの素晴らしい姿を見ることができる。なるみさんの心からの笑顔、いつもよりは少し派手めの化粧、それから普段は見ないような髪型、可愛いお洋服。そんななるみさんの隣に立って私は。立つのはいいけど、写真撮るときは移動しないよ。近くでずっと見てたら周りに迷惑かけちゃうからね。言われなくてもそうするつもりです。まあもちろん私の携帯で何枚も何百枚も写真を撮りますけどね。100枚で済めばいいけど。はい、999枚は撮りますよ。もっと撮れるかもしれません。それから現像する写真を選んで。というちょっとやばい人なので、もうそっとしといてあげてください。そっとしといてほしいのはこっちの方よ。仕事終わりに社長と話すことになっちゃった。私この仕事辞めたくない。辞めたくないとかじゃなくて、辞めるしかないんですよ。ユリに目をつけられたんですから、仕事ができるはずありません。どういうこと。なるみさん、もっとこっちを向いてください。視線をください。それから今度は後ろ姿の写真を。キャー、素敵。やっぱり1秒ごとに写真を撮る必要がある。専用のカメラを買って、それからなるみさん専用の携帯も買ってもいいかも。ダメだ、あっちの世界にトリップしちゃってる。ユリはなるみさんに迷惑をかけた人を絶対に許しません。なのであなたのことも裏の施設という恐ろしい施設にぶち込んで、拷問の毎日になると思いますよ。拷問？日本でそんなのができるわけないでしょ。海外ならまだしも。そんな嘘で私がひるむとでも。ユリ、早く帰っておいで。脳内で素敵ななるみさんの写真をたくさん撮ることができました。それであなたはこの仕事を続けたいということですね。はい、続けたいです。なら裏の施設で結婚式の設営を頑張ってください。え？そこはメイコンと言われる結婚式場です。ああ、前お仕置きであったよね。亡くなっている人と生きている人を結婚させるやつ。そこの式場で働いてもらうってことか。そういうことです。ただ
メイコンの相手はすぐに決まるわけではありません。亡くなった方にも好みがありますからね。今調べたけど、なんかやばそうな儀式じゃない？亡くなった人と結婚、それからその幽霊が来るとか。あなたには式場で働いてもらいますが、もしあなたと結婚したい人がいると言ったら、あなたは花嫁になります。よかったですね。本当は結婚したかったんですもんね。結婚したかったけど、相手は人間に決まってるでしょ。元人間も人間なのでいいじゃないですか。いいわけあるか。あなたが仕事をしたいと言うから希望を聞いてあげたのに、わがまま言わないでください。お迎えは数日後なので、それまでお待ちください。待って、そんな意味わかんない式場で働きたくないし、もし見初められたら。あなたみたいな性格悪い人、なかなか惚れられないから大丈夫ですよ。フォローになってないし。出過ぎたことをしました。申し訳ございません。これでいい？さてと、あなたが働く準備をしなければ。私も式場の写真見たい。けけー。その後、はるかさんはどうにか首は免れたみたい。必死に謝って、今後は心を入れ替えるってことで。だけど、その数日後、無断欠勤が続いて、結局彼女は会社に来なくなった。家を確認に行ったけど、もぬけの殻。そこには誰もいなくて、何も荷物も残っていなかったとか。多分、ユリに連れて行かれて、裏の恐ろしい式場の手伝いをしてるんだろうね。あ、でも恐ろしい式場なんて言っちゃダメだよね。いくつになってもこの世にいなくなっても、結婚式って尊いものだと思わなきゃ。でも実際に見たら結構怖いんだけどね。メイコンで結ばれたら幽霊となった旦那さんがこの世に現れちゃうんだって。家の中で変なところで笑い声が聞こえたり、いきなりテレビがついたり、無遊病のようにいつの間にか夜中外を歩いてたり、その間は旦那さんに体を乗っ取られているとかなんとか。まあとにかく私はそういう式場で働くのはちょっと遠慮したいかな。興味がある人はユリに聞いてみて。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。